3, 2, 1, go! ありがとうございます。どうぞお着席ください。では前方の皆さんもここからはトークに入っていきますので、お着席いただけますか。よろしくお願いします。いやみんな今かと八村選手の到着待っていたんですけれども、まずはね、やはりここでも話していたんですけれども、ドラフト指名おめでとうございます。ありがとうございます。日本人で初めてのドラフト1巡目指名ということで、本当にね、日本中が八村選手に期待を寄せているんですけれども、今日はね、いろいろその NBA のこれからのチャレンジ、そしてこれまでのチャレンジ含めてお話を伺っていければと思います。はい、非常に多くの方が喜ばれた、そのまずドラフトの話から伺っていきたいなと思うんですけれども、そのドラフトを終えてこの凱旋帰国、今のお気持ちと、そしてドラフトの後ってやはりこう周りの反応って何か変わりましたか。そうですね、もう、僕が覚えてるのはやっぱドラフトの、その日だけじゃなくて、そのまあ本当に1週間全体がもうそのドラフトウィークってことで、もう僕いろんなイベントやったりメディアやったりスポンサーのことやったりってすごい1週間でした。で、ドラフトの日は本当に僕も何とも言えない、本当に今までに感じたことない気持ちで、やっぱり本当に自分がいつもみんな夢見てるような気持ち、なんか気分になってるって言うんですけど、本当にそんな感じで、本当に僕が今自分何どこでいるかも分かんないぐらいになって、ドラフトされた後は本当にもう変な話ですけども、人生変わったって感じでした。いや、そんな人生の変わるようなイベントを、1週間にわたるような経験されてましたけど、僕らはね、なんか普段八村選手見てるとすごく堂々とした落ち着きっぷりなので、なんかそんなに緊張されたり夢のようにこうなんかで、そういったところにいるっていうのはなかなか感じませんでしたけどね。そうですね、僕も本当にそういうの今までなかったので、でも本当にそのドラフトの時は本当にそういう風になったので、僕も正直その日自分でも動揺しましたし、今まで自分がそういう風にならなかったので、それほど大きいイベントだっただと思います。そしてね、あのドラフトの会場ではもちろん、あのテーブルを家族も囲んで、八村選手のみならず家族にとってもね、素晴らしいイベントになりましたよね。はい、なりましたね。やっぱ家族、あの妹は来なかったんですけど一人、ほとんど全員来れたので、でも僕にとってもすごいそこが嬉しくて、やっぱその最高の瞬間を家族全員で過ごせたっていうのは僕にとって嬉しかったことです。そして八村選手といえば、その、ドラフトと、ほぼタイミングを同じくしてですね、日本人で初めてジョーダンブランドと契約されました。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんね、ご存知だとは思うんですけれども、ジョーダン・ブランドといえばもうバスケットボール界のスターが、もう本当に数多く契約しているブランドです。あとは、元をたどるとですね、バスケットボールの神様マイケル・ジョーダン選手から生まれたブランドということで、ドラフトと同時にこのタイミングにも注目が集まりました。今回のトークショーでは八村選手とジョーダン・ブランドを中心に質問を、していきたいと思います。で、事前にファンからいただいたナイキアプリを通じていただいた質問も集めております。その質問も織り交ぜていろいろと伺っていきたいなと思います。では、ドラフトのお気持ちも伺いましたけれども、このジョーダンブランドアスリートとなって今どのような気持ちですか。またマイケル・ジョーダン本人からなんと電話で、連絡があったというふうに聞いているんですけれども、覚えている範囲で何を話したのか、皆さんと共有いただけますか。そうですね、今もこのジョーダンから電話したっていうのは考えるだけで鳥肌立つぐらいで、やっぱり僕もこのジョーダンブランド契約できたってことは本当に、ドラフトに引っかかったぐらいに嬉しいことで、やっぱりその理由としてはやっぱりジョーダンブランドっていうのは僕が小さい頃から本当に憧れたブランドで、やっぱり一回ジョーダンブランドクラシックっていうジョーダンがニューヨークでやってるブランドがやってるキャンプがあったんですけど、それに僕インターナショナルの日本人プレイヤーとして初だったんですけど、そこ呼ばれて、その時に僕がジョーダン本当に初めてジョーダンの靴本当に好きになった時 でそこでもうすごいいい思いさせてもらって、でそこからずっと僕ジョーダンの靴外で履く時は本当にジョーダンの靴しか履いてなくて、
その中でこう、まあ、ドラフトの前から話はあったんですけど、もうジョーダンとこう契約するって話になってきて、で僕もそのナイキの方に一回行って、こうジョーダンからこうジョーダン その施設でみんなこういうジョーダンの社員がいるんですけど、そういう人たちからもこうウェルカムルイみたいなのにされて、こう僕のなんかジョーダンの T シャツ着てたんですよ。ルイって書いてあるのとジョーダンって書いてあるので、僕もそれ見てすごいことになってるなと思って、で僕もまあそれでジョーダンからも電話があって、その日にで僕もそこでやっぱジョーダンブランドにそういう風に契約できるってことは今考えるとすごいとても嬉しいことでした。何か特にこう声かけられた、その言葉かけられた言葉で覚えてるものありますか？いや僕とにかく Welcome to Jordan Family って言われただけのしか覚えてなくて、まあ、僕もすごい動揺しちゃって、全然電話来るなんてそんな分かんなかったので、急に社員の一人のジョーダンの社員の人に渡されたら、そこに携帯に普通に MJ って書いてあったでも MJ って誰だと思ってMJ ってあの MJ ですけど、そうそうって早く出てって言われて、で出て、そしたらなんかもうウェルカムとジョーダンファミリーって言われて、もしなんか質問でずっと僕は Thank you Thank you しか言われなかったんですけどなんか言ってたんですけど、僕も本当にもう動揺してて分かんなくて、でまあ質問あるかみたいなこと言われて、いやないないないみたいなあったんですけど、いやでもね、シーズン中も何かあったらって言ってくださったんですよね。そうですね、もう、はい、すごいそのジョーダンもすごい僕のことを見ててくれたらしくて、ジョーダンブランドの時からそういうのも僕嬉しい、そういうのも全然しなかったので嬉しいことですし、そうですね。いやね、バスケットボールの神様とそのファミリーになれたっていうことはね、やはりこのジョーダンブランドアスリートのすごく特別な意味もありますよね。そうですね、はい。まあ、あと参加者からも質問を、集めました。先ほどね、もうそのジョーダンクラシックに参加されてからコートの外ではいつも、ジョーダン履いてたっていうことをおっしゃってましたけれども、実は、数あるこのジョーダンのシューズの中でどのシューズが好きですかっていうことと、コートで履くシューズとコート外で履くシューズ選ぶ時のポイントは何ですかっていう質問が来ています。いかがですか？僕はもともと最初、まあ、ジョーダン そのシューズを集めるというか、まあ、買ってきた時はジョーダン12が好きでしたね。12が好きで、よくいろんな、いろんなカラーの種類があったりして好きだったんですけど、最近はジョーダン4を履いてます。すごい履いてても 外でしか履かないんですけど、レトロはやっぱり外で履いててもこうすごい履き心地いいですし、まあ、やっぱりどう考えてもかっこいいので、まあ、靴選ぶ時のポイントとしては、まあ、やっぱ外で履く時はやっぱ僕やっぱそのファッションというかそっちを重心にして見るんですけど、まあ、コートの時はやっぱりどれだけ自分がやっぱシューズにもいろんなシューズがあるので、どれだけ本当にもう履き心地よくプレーできるかっていう、そういうので決めてます。いやね、今後もやはり八村選手がコートの中でどのモデルを履いてるのか、そしてプライベートもね、4を履いてる率がどこまで高いのかとかね、ますますチェックが激しくなっていくと思いますけど、本当にね、こうクラシックと呼ばれるような、ね、デザインたくさんありますからね。そうですね、もう、はい、すごい履いててもね、楽しめるものばかりだと思います。そして、続いての質問ですけれども、 NBA 選手、多くの方がこう試合前にですね、こう集中するために音楽を聴いているというところが見受けられます。八村選手はこう試合前集中するために音楽は聴きますか？またもし聴くとしたらどんな音楽ですか？そうですね、僕聴きますね。やっぱり音楽はやっぱり試合前にもうヘッドホンというかもうイヤホンつけて、もう本当自分の空間でもないんですけど、そういう風に入るためにやってますし、まあ音楽のあれとしてはいろいろその時の、まあ、ムードとかなんですけど、まあ、ラップも聴きますし、こう R&B とかも聴きますし、そうですね、いろんな音楽聴きます、それはもう気分によって集中しやすい音楽っていうのは全く違うんですか？もうその時になんか違うので、それもその前の日とかに分かるもんじゃないのでその時になって本当に、まあ、そういうプレイリストをこう分けて作って、あるので、そういうので普通にそのプレイリストを聴いてるって感じです。上げたい時、落ち着きたい時、そんな感じ、はい、本当その通りです、ね、でも本当にね、こうカルチャーでも音楽とそういうのも切っても切り離せないですね。そうですね、もうやっぱバスケとやっぱ音楽っていうのは本当にもう繋がって、アメリカに行って思ったのが本当繋がってるなと思ってて、やっぱこうラッパーもすごい NBA 選手と関わったりとか、 NBA 選手もラッパーとこうもう関わったりとか、音楽とそのカルチャーの文化の部分で本当にアメリカはバスケとその音楽が繋がってるなっていうのを感じました。
や本当にね実体験から来る、その音楽とのつながり非常に貴重な、お言葉だと思います。そして次の質問に行きたいと思うんですけれども、マイケル・ジョーダンをはじめこう多くのアスリート、まあ、八村選手もそうです、強いメンタリティを非常にお持ちだなというふうに感じます。バスケットをしている子供から、メンタリティについてこんな質問があったんですね。私は高校でバスケをしているのですがコートで消極的になってしまい、これを克服したいのですが、八村選手はどのように強いメンタリティを養ったのですか？そうですね、まあ、その多分聞いてきてるっていう意味は多分、まあ、試合前に多分緊張したりってことだと思うんですけど、まあ、僕も正直もう中学校高校の時はもうすごいしてましたね、試合前とかは。やっぱもう何を考えてるか自分でも試合前に分かんなくなったりして、でそういうのあったんですけど、まあ、僕がまあ高校大学で克服というかそういうのしたのはやっぱりまあ、どれだけ練習するかだと思います、ね、やっぱりもう練習することによってやっぱり自分のその自信にもなりますし、やっぱこの試合に出る前にやっぱこれだけ練習したんだからっていう、その自分でもこう、まあ、マインドをこうちょっと騙すでもないんですけど、こうやっぱりこんだけ練習したのに失敗するわけないっていう、そういう自分でも言い聞かせて やることがいいと思います、ね、まあ、練習から来る自信、そういったものはね自分自身を裏切らないというね、強い気持ちだと思うんですけども、まあ、ファンはねこう日本アメリカこの大きな舞台でますますこの八村選手の活躍パフォーマンスを期待していると思うんですね。八村選手も今後このパフォーマンスをますます高めていくためにはご自身ではどのような努力がこれから先必要だと思いますか？そうですね、やっぱり、まあ、まあ僕の原点というか、まあそれはなんていうんですかね、バスケやってる理由というのはやっぱり本当に楽しいからであって、やっぱりもう本当にバスケが楽しいから今までこう続けてられてますし、まあ、これからも本当にまあ高いレベルになっていくんですけど、やっぱりどれだけ僕がバスケ楽しめるかっていうのがこれからの僕のバスケ人生でどれだけこう上に行けるかっていう関わると思うので、僕はそこをいつも重視というかもう大切にしてやってます。ウィンターカップでね優勝された時のコメント、知らない人はいないと思うんですけどバスケットって楽しいですよって皆さんに訴えかけてましたもんね。そうですね、もう1年目とかは多分本当に言ってたんですけど3年目結構言わされてたんで。そうなんですか。もうもうアナウンサーから振られてもう一言お願いしますみたいな感じで、はい、分かりましたって感じで言ってたんですけど、でもまあ本心は本当に楽しくやってたので、そういうのも今も本当にバスケ楽しんでやってますし、やっぱこうやっててもやっぱりバスケ楽しいなって何回もこうつくづくやってて思います。さあその楽しいというところでは、シーズンの開幕も非常に楽しみです。 NBA のシーズン10月に開幕しますね。八村選手が一番楽しみにしていることは何ですか？やっぱり勉強しないでバスケだけってところです。やはり大変でしたか？大変でした、はい、高校、まあ、中学もそうですけど、まあ、中学の時は僕はあんま勉強しなかったんで、で高校入ってからやっぱり大学行くためにはもう勉強しなきゃいけないってことになって、もう僕も本当に嫌だったんですけども、本当嫌嫌、もうバスケのためだと思っていつもやってて、で、まあ、大学に入って、まあ、NBA の、まあ、NCAA の大学っていうのは本当に勉強できないと本当にプレーさせてくれないので、もうそういうプレッシャーもあったので、もう本当に勉強はもう僕も本当に嫌でしたけどやっていましたね。でやっぱ今回こういうふうにまあ大学終わって、で、まあ、本当にバスケだけに集中できるって環境になってくるので、僕すごいそれが楽しみになってきてます。いや、実はね、あまりこう日本で知られてないというか、アメリカの、ね、学生アスリートのね、この学業へのこうしっかりとね、こうゴールというかこう文武両道しっかりとね担保しないと出場できなくなっちゃいますね。本当にそうなんで、本当にあっちはそうなんで、うん、もうそこはあっち行ってつくづく思って、もう嫌でしたけどはしてました、ね。でも英語っていう言語を習得したばかりか、文化的なところもね乗り越えてのこの NBA 新シーズンだと思います。 100% そのバスケットに集中できるシーズンとしてね、ぜひ楽しんでほしいなと思います。まあ、今のにもちょっとヒントがあったかもしれないんですけども、まあ、若いバスケットボールプレーヤーボーラーたちも、たくさんいて、この日本に八村選手がもう憧れの存在です。最後にファンの皆さんにメッセージをお願いできますか？そうですね、やっぱり、まあ、ここにいる皆さんはやっぱりバスケ知ってる方でやってる方だと思うんですけど、まあ、やっぱり僕が思うのはやっぱり本当バスケは本当楽しいスポーツだと思うので、やっぱりまあというとやっぱプレーだけじゃなくてやっぱ見る側とかもありますし、
バスケにはやっぱりすごい文化が関わってるスポーツだと思って、っていうのはやっぱり音楽とかもそのバスケと結構つながってたりとか、ファッションとかもバスケが結局はこういうファッションとかもバスケが最初にこう始めたものとかが今大きくこう広がったりとかしてるので、まあ、そういうところではいろんなバスケ楽しみ方があると思うので、やっぱりこういうジョーダンブランドとかもやっぱりこうファッションのものとかすごいいっぱい出してますし、そういうところではもっとそういうところにも注目してもらえればもっとバスケ楽しめると思うので、そこは、はい、バスケの楽しみ方は一つではないと強いメッセージいただきました。まあ、今日ね直接、こう多くの方にも来ていただいてトークセッションを行っていきましたけど、短い時間でしたが八村選手も楽しんでいただきましたか。はい、楽しかったです、はいはい、言い足りないことありますか。無茶ぶりでしたね。はい、これで質問は、事前に集めた、はい、今の質問で終わりなんですけども、はい、ここからは、はい、いいふりをしてくださいました、うん、ここからは、抽選と、サインの、サインボールの、プレゼントとなっていきます。はい、凱旋帰国された八村選手から会場のファンの皆様にはプレゼント2つございます。ちょっと僕もフライングしてしまいましたけれども、八村選手のサインが入ったバスケットボールと T シャツです。まず最初に、サインボールは未来のバスケ界を担う、キッズボーラーへのプレゼントとさせていただきたいと思います。それでは、こちらのボールに八村選手この場でサインをいただけますか。そしてこのサインボールをプレゼントするキッズボーラーをこの中から1名八村選手に選んでいただきたいと思うんですけども、ぜひ前の方アピールしたよっていう人は手を挙げて立って立って立ってで押し合わずに、くれぐれも安全に、我こそは未来の NBA 選手キッズボーラーという方はぜひアピールしてください。おお、バッチリですね。アピールアピールアピールビービービー。千村選手僕が選べますか。おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひねボール大切にしていただいて、八村選手を追い抜くためにもねバスケに打ち込んでほしいなと思いますね。はい、ではお待たせしました。最後にサイン入り T シャツ、なんと会場3名の方にプレゼントとなっております。受付にてお配りした番号が記載されたカードを皆様ご確認ください。今から八村選手にくじを3つ引いていただきたいと思います。見ないでできれば。まあでも見ても別に分かんないですよね。はい、3つ、はい、では1番目から番号を教えてください。64番の方、64番お持ちですか。指名された方は、舞台向かって右手側からスタッフの誘導に従って、前方へ、どうぞお越しください。舞台向かって右手側、通路がございます。スタッフにお声掛けいただけますか。はい、はい、はい、やりましょう。90番の方、90番、はい、どうぞ右側の通路の方へ回りください。では3枚目お願いします。当選された方、こちらへお越しください。こちらにお願いします。53番です。53番、お持ちの方いらっしゃいますか。53番、いやー、おめでとう。では抽選いただいた方、こちらにお願いします。こちらにお願いします。こちらにお願いします。では見事当選されたということで、T シャツの方の準備はございますか。はい、八村選手からサイン入り T シャツの贈呈となります。この後フォトセッションもやりますので、そのままいただいて、
二人はこちらに、立っていただいて、はい、はい、そうですね、うん、こっちですね。シーズン前、貴重な八村選手グッズになりましたね。はい、よろしいですかね。はい、では当選された皆様、本当におめでとうございます。ありがとうございました。八村選手、本当に、このトークセッションを含めてサービスもありがとうございました。はい、皆様、残り2ヶ月で八村選手の新シーズン始まります。ルーキーシーズンを全力で、応援していければなと思います。本日は本当にご来場ありがとうございました。そして最後に、会場の皆様をバックにフォトセッションを行っていきます。ぜひ前の方ご起立いただいて、八村選手と一緒にフォトセッションに入っていただければと思います。セルフィーありますか？オフィシャル先に、はい、じゃあみんな、カメラどれになるの？おー、レイクカメラオフィシャルはどちらですか？オフィシャルこちらですか？皆さん、このカメラに皆さんの視線をお願いしますね。皆さんの顔が見えるように。3、2、1 Is there like a call? 3、2、1、8 8番の8 No?3、2、1、スマイル。ちょっと8に不安を覚えたクリスね、前座からダダ滑りなんですこちらムービングなんで、アイステックお願いします。3、2、1、ルイ。あ、ちょっと8になった。僕がコロコロ変えちゃうからよろしいですか？はい、あ、じゃあすいません、後ろの人緊張しないでいいから思いっきり盛り上がっていいから。はい、大丈夫、スチールだから。じゃあもうスチールで、もうタイミングでみんな最初のルイポールしちゃおうよ。行こう、3、2、1、ゴー。ルイ、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 ルイ。最後にこちらのセルフィーショットもあります。ワンコちゃん、みんな元気よくルイコール。3、2、1、OK、バッチリです。ありがとうございます。以上をもちまして、八村選手のトークセッション終了となります。皆様、今一度盛大な拍手でお送り出してください。ありがとうございました。皆様、記念ですので絶対に押し合わないようにお願いいたします。八村選手の退場となります。トークイベントはこれにて終了となります。なお本日、八村選手が着用していた T シャツはここナイキ原宿で購入できます。イベント終了後、お店は午後2時よりオープンいたします。ぜひ後ほどナイキ原宿
3階の売り場にて八村選手をモチーフにした T シャツもございますのでチェックしてみてください。改めまして本日はナイキ原宿までご来場いただきまして誠にありがとうございます。お帰りの際は、貴重品忘れ物などご留意いただきながらスタッフの誘導のもと気をつけてお帰りください。 MC は佐々木久志でした。どうもありがとうございました。